皆さんこんにちは。ドラムステーション渋谷店の藤田です。本日ご紹介しますのはトカから出ました新製品になります。ボンゴフリップカホンという小型のボンゴとカホンを一体化したこちらの箱型の楽器になります。ご覧の通り非常にサイズ的にはボンゴに近い、ボンゴよりも一回りちょっと横幅小さいかなというぐらいの全面木の箱でできております。こちらサンバーストのこちらの座面は、ご覧の通り、こちらの線の入っている部分で、高音と低音に音程が分かれておりまして、ボンゴさながらの音が、なるように、設計されております。そして、こちらを、くるっと裏返しますと逆の面ですね。こちらの面が、スナッピー入りのカホンの座面になっております。スナッピーの、本数もかなり多めに入っておりまして、指で触っただけでもかなり反応がいいので、指を使った細かい細かい反応にもついてくるような仕様になっております。そして横にこのストラップが付けられているこのピンですね、ギターのエンドピンと同じような構造のものが付いておりますので、こちらひっくり返すときに非常に簡単でですね、くるっとボンゴの方とカホンの方と簡単にひっくり返せるというのが今までにない非常に使いやすい形ではないかなと思っております。そしてこちら、しっかりストラップがついてますので、このように座奏だけではなく、立って演奏をする場合にも非常に有効かなと思いますので、こちら、歩きながら、外で演奏したりだとかいろんな場面で使えると思います。それではちょっと両方の音を、聞いてみてください。